室の窓放課後いつも聞こえてた声、砂にまみれた君はなんだかすごく輝いていた。神奈川大会の開会式を挙行いたします。一人一人が輝く夏にすることを誓います。見えない道を追い続けて、不安でダメになりそうな日は一人じゃないと教えてくれる。今日までの時間が答えになるから、今日は決戦だ。いざ夢、ホームイン、横浜隼人高校サヨナラ勝ち。守りたいものが譲れないものが心をいつも奮い立たせるよ。どこまでも続いて太陽みたいに遠く高く強く鍋だけ向いて君は。5球目、空振り三振、10人全部三振です。第1シードの慶応義塾、ここで姿を消す結果となりました。大事な試合、帽子の下熱い君の眼差し、歓声の中頑張る君はすごく誇らしい。1点差に追いつかれ、カプリーツーベースヒット、約束したことを今でもまだ覚えてるかな。何があっても心の中の自分だけは決して負けたりしない。キャッチボールから始まり、素振りから始まり、形を覚えて一冬二冬越えてここまで来てくれたらなと思います。私が予想以上に彼たちは伸びた。戦っているから、逆転の野球をしてきて、自分たちも本当に元気で、負けていても自分たちのプレーをしているチームだったので、まあ、今日も最後の最後まで笑顔できたので良かったと思います。小倉君もここまでね、勝てるチームを作ってきたわけですから、何としてもね、最後ね、一緒に甲子園と思いましたけども、東海大相模勝ちました。高校野球が自分の財産だと思っているので、まあ、横浜高校で野球が学べたのは良かったです。あれからいろんな風越えてきたの、この仲間たちで掴み取りたいよ。東条高校30年ぶり3度目の決勝進出。今日は決戦だ、いざ夢の場所へ、もう何も。優勝した2011年以来、4年ぶりの決勝進出。守